じゃあ、ステイ君です。今日はですね、こちら僕がここ2日間で集めてきたハラビロカマキリになります。今日はこいつらハラビロカマキリたちの寄生率の方をチェックしていこうと思います。水につけてね、ちゃんと調べていきますよ。それでは、やっていこう！ということで今日はね、こちらにあります2日間で集めたハラビロカマキリと、あと朝鮮カマキリ、あとオオカマキリがございます。で、ここにいるハラビロカマキリやオオカマキリ、朝鮮カマキリっていうのは、手すりにいて確実に寄生されていたやつ、もしくは路上にいたやつの2択になります。僕はですね、2022年もやったんですけど、路上にいるハラビロカマキリの寄生率チェックっていうのをやっておりまして、今年はそれの全部のカマキリバージョンやろうと思ってるんですね。なので、一応路上にいるやつは全部お持ち帰りしてきて、その寄生率をチェックしております。特にハラビロカマキリっていうのは寄生率が高いので、その辺もね、調べているんですけども、で、今日はですね、そちらをやっていこうかなと思っております。で、僕お腹を触るだけでカマキリが寄生されてるかどうかわかるんですけども、今日はですね、その方法はその一応路上でも使った場合はあったんですが、そこを使った個体も一応合わせて全部一気に水につけて寄生されてるかを確認していきます。なんでかっていうと、まあ、結局その僕が触ればわかるんですけど、視聴者さんは出てきてるところを実際に見てみないとわからないと思うので、その辺をやっていこうかなと思います。じゃあ早速やっていこうとは思うんですけど、まあ、問題点が何個ありまして、さすがにあんだけの量のハラビロカマキリの寄生虫を1個の入れ物に入れてたら、僕のその水を出してる入れ物パンパンになるんですよ。なので、とりあえず水を出す入れ物はこれ。ほんとね、白くてね、動画でもわかりやすいと思います。ここに水を張って、ここで出します。で、出てきたやつを、これフォトナのね、これフォートナイトのデカポみたいな入れ物なんですけど、これに無水のノロ入れます。この中には無水エタノールが入ってるんで、ここに入れて、まあ、締めながらね、やっていく感じになります。まあ、これだったらさすがに、こんだけの量があればね、さすがに、とりあえず今回分はどうにかなるかなと思います。それでは、つけていきましょう。まず一匹目。出てきましたね。ちゃんと寄生されてます。路上にいるハラビロカマキリってなんで道路にいるかっていうと、道路の上ってキラキラ光ってるじゃないですか。寄生してるハリガネムシがそれを勘違いして、そこに飛び込ませるわけですね。それで、こいつらはね、無様にそのロードキルされたりとか、してしまうわけですよ。水の中に行ければね、生態系だし、すごく問題はないんですけど、まあ、そううまくはいかないということですね。それで出てきたやつは取り出して、じゃあ無水エタノールの方に入れます。これで閉まりますね。こんな感じサクサクやっていこうか。ちなみにこうやって入れるじゃないですか。入れてもすぐ出てくるやつと出てこないやつっていると思うんですけど、そこの違いって何かっていうと、このこいつらの中に寄生しているハリガネムシってトグロを巻いてるんですけど、この巻いてるトグロがうまーく出る出口の場所を探してるんですよね。で、水がね、うまくお尻に入ってこなかったりすると出てこなかったりするし、逆にそのハリガネムシが水を検知できなければ出てこないんで、意外とね、出てくるのに時間かかったりするんですよね。こいつもそうだね、時間かかってるね。お腹の中でね、手こずったりしたりしてますよ、普通に。いや、こいつ寄生されてるよ。寄生されてるから出てこないわけない。ってことは次のやつを用意しながらやればいいよな。僕の興味は結構皆さんが思ってる先を行ってて、まあ残酷だとかグロいって言われるから YouTube ではやりたくないなと思ってやってないんですけど、僕自身はこの寄生されてるって分かってるハラビロカマキリの生きた状態でお腹を開いてハリガネムシがどんな風に入ってるかっていうのを確認したいですね。結果的にその死んでから開いたことはありますけども、生きてる状態で開かないと、生きてるハラビロカマキリの中でどんな感じでハリガネムシが生きてるかってことが分からないじゃないですか。なので、ね、できればね、その生きてる状態で解剖とか、お腹開いたりとかしてみたいですね。マジ出来上がらんな、こいつ。あー、出た。これね、出口が分かってないんですよ。ハラビロカマキリのお腹が広がってるの分かります？
こういう時ね、あの張り替え虫がね、出口分かったんですけど、出ようとしてるんですよ。ただ出口が分かってなくて、でこうなってくると最悪で、あのね、腹広カマキリのお腹をね、無理やり突き破って出てくるんで、結構グロい出てき方したりするんですよね。好きじゃないんだよな。こいつ時間かかりそうなんで別の個体をつけます。左の個体出てきそうだな。あ、右の個体もう出てきたね。細いのが出てきてる。うわー、待って、右の個体やばくね、これ。待って、何匹出てきてる。右の個体、あー、4匹出てきてる同時に。やば、えぐいことなってる。同時に4匹、えぐい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 。なんで同時に出てくるんだろうね。わお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 、えぐいね。うわー、えぐいえぐい。はいはいはい、まとめます。4匹まとめて、はい4匹まとめて、無水エタノールの中にイン次はみんな大好き褐色ですね。褐色、褐色みんな好きやろ。褐色のハラビロカマキってね、他と違う異質な感じがしていいですよね。わかるわかる、俺もそう。でこいつよ、なかなか出てこん。もうね、腹広の中変形してんだよね。じゃあ寄生されてないんじゃないのっていう風に思う人いると思うんですけど、寄生されてます。はい、水につけただけで腹広カマキのお腹が変形するなんておかしな話なんで、まあ、もしかしたらハリガネムシもびっくりしてるのかもね。え、お前さみたいな、水入んの遅くねってなってるかもしれん。あれだって道路に飛び降りはす、まあ、道路とかその水に飛び降りはすの、え、2日前ぐらい前よねみたいな今更、おい、待って待って、ちょっと出口出口みたいになったかもしれんね。だけど道路にいる時にパッと水に入れれば出てきたかもしれないけど、それを俺が持って帰ってとかしてエンチン缶に入れてとかしてるから、おい、ちょっと出るタイミング失ったわってなったのかもしれん。なんでコント、あ、違うわ、これ多分あれだろう、現地で多分出してきてるわ、この褐色は。もうお腹触って分かった。ハリガムシに寄生された後のね、カマキリのお腹ってね、めちゃめちゃスカスカになるんですよ。触った時に、でもね、空気が入るんだよね。だから、プシュってなるんだよ、プシュって。その感じがしたからね。こいつは寄生されてたやつだ。次のやつが、生きてはいたんですが、もうエンチン管の中でハリガムシ出てたんで、ハリガムシだけ、この、ハリガムシ入れに入れて、こいつはまた別にしておきます。なんかオスだね、はい、あー出てくるの早っ、すぐ出てきたね。うわー、めっちゃ入ってる、やっぱこんなちっちゃい体に。で、ハラビロカマキリで寄生されてるカマキリでめちゃめちゃ共通してることあって、これわかるかな、自分の足食べてるんよ。こんな感じでね、自分の足食べたりとか普通にします。これ寄生されてるカマキリにしかない特徴かな。寄生されてないカマキリを飼育しててなったことないんですよ。でも寄生してるカマキリを飼育してると普通にあり得るんですよね。これ今からね、このハリガムシ出したやつらはとりあえず最後まで飼育するんですよ。で、死んでしまってる個体とかはこうやってジップロックに入れておいて標本にしたりとか、この餌にしたりするんですよね。冷凍庫に入れておけばいつでも餌として使えるので、そういう風にしてるんですよ。だから最後まで一応修正飼育はする予定なんですよね。だから今エンチン管に入ってるやつをエンチン管に戻して、この後僕がその動画撮り終わった後に一匹一匹あの飼育容器を作る予定なんですよ、60個のね。なんですけど、そういう風に、まあ、去年もそれで飼育したんですよ。そしたらですね、カマキリ、その寄生されてたやつが、寄生されていたそのハリガムシが出た後とかに、こいつらね、自分の足やったりとか、顔やったりとか、首やったりとか、お腹やったりとか、食べるんですよ。これ寄生されてるやつでしかならなくて、そういうことがね、普通に起こっちゃうんですよね。出てきた。なんか白いバットと見やすいね。なんかうんこいっぱい転がってるけど。あ、ほら、こいつ自分の腕噛んでるよ。こいつ本当に今自分の腕噛んだ、今。次、オオカマキリだね。こいつ寄生されてんのかな？持って帰ってきてるとこだと寄生されてたんだろうけど。いくよ。うわ、されてるされてる。カマキリの中では、ハラビロカマキリが一番寄生されてるんですけど、その次にね、ヒメカマキリっていうカマキリなんですけど、こいつはね、まず個体数自体が少ないので、あんまりあれなんですが、その次に続いてオオカマキリがすごく寄生してますね。うわ、太っ！
やっぱオオカマキリさ、個体がでかいからやっぱ栄養も多いんだろうね。めちゃくちゃ太い。バカでかい。太いな。うん、太いし長いし。うえええええええ太マジで太。まあ君はすぐね、無水へと乗る仲よ。僕よく動画で言ってるやん、カマキリは寄生されてるやつはめちゃめちゃ怒りっぽいよみたいな。ほら、寄生がなくなった瞬間に怒りっぽくなくなる。まあ、これ弱ったってのもあるんだけど、こうやってね、カマもかけてくるよ。でもね、全然痛くないの。だから寄生されてるカマキリステータス上昇する呪いかかってんじゃないか説は俺の中である。でまだあと何匹あんねんこれ。終わるか。お、左の個体が出てきましたね。あ、右の個体も出てきた。この個体ももう寄生されて出ていって死んじゃってますね。あ、この個体も出ていっちゃってますね。この子も出てました。ほら、お腹ボテボテ。わあ、すごい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 、大量よ。お母さん、今日は大量よ。うわあ、何匹出てきてる。 1,2,5 匹だ。5匹。1個1匹の個体から一気に5匹。こいつは潔くすぐ出てきたな。水についた瞬間すぐ出てくるやつもいるんだよね。全然。あ、出てきた出てきた。引っ張ろうか。ういー。そしてそのまま無水へと乗る。まさか寄生されてない。 OK。 なんか寄生されない可能性があるから、ちょっとメスと交尾できるか確認して、その後だよね君は。あ、もう出てきてんだけど、ケツから。うん、水につけるまでもなかった。わー、出てきた。はい、次出てきた。うわー、またお前もすごい数出てきてないねえ。できた。痛い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 。あ、出てきてる出てきてる。白のバッタだとめっちゃ見やすいな、本当に。出てきたー。あー、もう出てきてるやんけ。あー、左のオスは出てき始めますね。やっぱオスは簡単に出てくるイメージだな、意外と。あ、メスからも出てきた。出たー、片腕ないパターンの子。よくいるんすわ、こういう子。そちらの左が、そちらの右側ではオオカマキリのオスいきましょうか。でも多分オス出てこないってことは、これ寄生されてないのか。俺なんで持って帰ってきたんだ。じゃあいいや、俺オオカマキリのオス欲しかったから、お前じゃあ飼育してあのペアリングするわ。お前は、うん、ペアリング用の個体ね。で、お前は何、このパンパンのお腹は寄生ではないと言いたい。こう痛い痛い痛い、噛むな噛むな噛むな、痛いねんって思う。え、ガチで寄生されてないやつ出てきたんだけど、こいつこいつ寄生されてないぞガチで寄生されてないこいつ。待って、なんかもう外見だけじゃくらあれだな、判断できんな。腕噛んでるしっていうので絶対寄生されてると思うんだけど、寄生されてないだろ多分。左の子はもう出てきてるね。こいつ今触ったら寄生されてなさそうな感じしたんですよ。でお腹の感じも結構張ってて、まあ、寄生されてないのかなと思ったんですけど、ここ見てほしくて、さっきも言ったと思うんですけど、カマキリのここを突き破るようにしていくんですよね、ハリガネムシって。だからこうね、傷口になってるんですよ。ここ黒くなってるでしょ。これ多分寄生されてましたね。寄生された後だね。こういうのは残る子もいるからね、そういうのは分かりやすくていいね。でも普通に寄生率って 100% じゃないからね。そう、ハリガネムシの寄生率チェック去年やったんですけど、普通に 100% じゃないからね。特に10月に入ってるんだけど、10月に入ると本当に 100% じゃなくなる。全然普通に 90% とかなり得ることあるから。去年も 93% とかあったと思うんだよね。だからね、全然ね、侮れない。普通に、まあ、ハリガイムシ大体寄生してだろうと思いながら捕まえても、全然寄生されてない場合あるから。あ、出てきた。いや、これぐらいすんなり出てくるとな、すごく楽なんだけどな。お尻イン。もう出てきてるね。お尻イン。あ、もう出てきてるやん。うわー、めっちゃ出てきてる。やばい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 。4匹。このさ、ハリガネムシがさ、複数匹出てくるときにさ、カマキリの内臓を出てくるんだけど、ガチでエグいよね、やってること。こいつが多分エグくて、多分出てくるとしたら相当な数出てくるんだよね。ほら、見て。このお腹のパンパン具合よ。ほら。寄生されないだろ、さすがに。路上にいたとは言え。てか、寄生されてほしくない。この今右に入れた子がいるんだけど、この子が出てきたら、あ、出てきたから多分もう寄生されてないでしょう。よし、寄生されてない。よかったー。失礼しまーす。痛い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 。噛むな噛むな噛むな。もう右のね、褐色の個体がね、お腹結構膨らんでて、もし寄生されなかったら、褐色のオスメスでね、飼育できそうだなと思ってんだけど、どうだろう。左の子は寄生されてますね。されてないよ、本当に。されてないかも。褐色でペアで揃ったぞ。これはやばい。あ、出てきた。てかもうやばい。
動画の撮影時間もない。もう出てきてるわ。まあ、出てきてるやつをね、水につけてあげれば加速するんで、出てくる速度がめっちゃわかりやすいよね。水につけた瞬間的にカマキリが暴れなくなるよね。いやだからハリガイムシに寄生されてるカマキリは絶対にね、なんかね、特殊な何かにね操作されてると思うんだよね。それで攻撃力とか移動速度とかステータス上昇のなんかバフを受けてる気がする。そうじゃないと説明がつかないぐらい寄生されてるカマキリって力強いし速度速いんだよね。だからこのハリガイムシがカマキリ流してるタンパク質の物質をね調べたりしたいね。どうにかしてそういうのが調べれたら、カマキリに流し込んでる物質によってカマキリが、まあ、強くそのステータス強化された状態で育つっていうのが分かったりしたらめちゃくちゃ面白くない？でも理にかなってるとは思うんだよ。例えばハリガネムシからしたらカマキリが捕食されてしまったりとかしたら自分がさ外に出れないわけじゃんか。だからそうならないようにカマキリを強く育てる。そのためにそのタンパク質はあれはないだ、そのまあ、いいね栄養のあるものを与えたりとかしてカマキリが強く育つみたいな、そういうことがあったら理にはかなってると思うんだよね。ただ今の俺の力ではまだ何もできない。マジ悔しい。カマキリに寄生、ハリガネムシはカマキリに何らかのカマキリが強くなる物質を与えて、抗生物質みたいなのを与えてるんじゃないかみたいな。痛い。この子ね、寄生されてなかったら結構骨格個体だから嬉しいんだけど。あ、されてないのか、もしかして。こいつ今お腹をこれ触ったんですけど、寄生されてないかもしれません。で、こいつね、見てください。羽が見たら分かると思うんですけど、結構骨格個体。結構黒みの強い腹びろなんですよね。まあ、グレーというか黒というか。褐色の中でもさらに黒みの強い褐色ですね。これ、寄生されたのは結構でかいな。まあ、こいつもね、飼育して、まあ、ちょっとどんな感じか経過観察ですね。それで分かるはずだから。つけようかなと思っても、エンチン管から出したらもう、途端に針金出てきた。ほら。はい。これ、朝鮮のオスだ、朝鮮のオス。はい。イン。はい、寄生されてる。朝鮮カマキリは今年初だね、寄生されてるの。どうだ？出てきてるね。右の個体結構やばいよ。痛い。もう人生でこれ以上ハリガイムシ見る機会なくていいっていうぐらいのレベルで一生分のハリガイムシ見てる気がする。いきます。はい。あ、もう普通に出てくるよね。もう少し躊躇しろよなってぐらい普通に出てくるわ。あ、こいつやっぱそうだ。こいつね、捕まえた段階ではこんななかったんだけど、ほらこうやってカマ食べてる、自分のカマ。しかもどっちもこういう風になるんだよね。なぜか寄生されてるカマキリってこういうふうに自分の体食べるんですよね。なんで？はい、行きまーす。イン。あれ、メスが出てきてオスが出てこない。寄生されてないの、お前。まさか。まさか？確かにオスのカマキリっていうのは飛翔性とても強いんですよ。なので、まあ、メスの方に飛んでいくんですよね。メスがそのフェロモンを出すので、フェロモンに対してパーッと飛んでいくので、もしかしたらこいつ本当に寄生されてない可能性はありますよね。あ、いや、寄生されてましたわ。うん。俺のこの寄生されてないかもって思った気持ちを返してほしいわ。はい。ダブル褐色。ダブル褐色って言葉おかしいか。おい、どっちまでもないのかある。あ、はい、なさそうな感じする。こういうやつは餌をたっぷりあげて飼育します。そしたら卵を産んでくれるので、そう、カマキリは無精だろうが有精だろうが関係なく卵を産むんですよね。1ヶ月に1回ぐらい。だからそこで確認しましょう。で、こいつね、だから、オスの場合はね、そのメスと交尾できるかでしか確認できないんですけど、メスの場合は、卵を産むかだけで確認ができるので、いきまーす。あ、右が出てきたね。うわー、しかもめっちゃ出てきたね、右の子。あれ？褐色の方出てこないな。何？褐色は寄生率低いの？なんで出こんた、あんた。ねえ、さっきから褐色出てこなさすぎん？何？褐色はハリガネムシに寄生されにくいと？やっぱ、色が二等圏？そんなことないでしょ。入ってないわ。どういうこと？待って、意味が分からん。
常識を覆してこんで、俺の知ってる常識を覆されると困る。今まで偉そうに語ったことが違うことになるやん。やっぱ褐色は規制率低いのか。いや褐色はまず分母が少ないからね。マジか。ハリガメしかでき始めるとこの攻撃はやめるよね。やっぱりでもね、わかりやすい。本当になんで出てこんと左の子。いや雨が降ったら次の日でしたとか言ったらわかるんよ。あーハリガメシ入ってたけどとかなんかなとか思うけど、違うんだよな。そういうわけで、あ、こいつあれだ。でもお腹にあれだ、ハリガメシが出た後の脱出口みたいなのがあるから、こいつはもしかしたら寄生されてたけど今はその入ってないだけなのかもしれない。まあこれも一緒ですよ。卵を産むかどうかを確認すればいいんですよ。いけー。出てこんな。なんで？あー、こいつもあれだな、ハリガメシが出た跡みたいなのがあるな、お尻に。で、お腹生入ってない感じするから。まあ、大体でもこういうやつは寄生されてるだろってことは。寄生されてた。うん。まあ、これは僕もコメントをいただいて知ったんですけど、寄生されていて、まあ、何らかの原因でハリガメシが出ていきましたと。そうなった場合の個体って、まあ、また路上に出てきたりとか、その水中に行こうとするらしいんですよね。言ってる意味わかりますか皆さん。一回何らかの原因でハリガメシがお腹から出ました。でもカマキリはその出ていった結果生き残ることができましたと。そうなった場合カマキリはどうなるかっていうと、まあ、生き残ってるんで、まあ、生存できるんですけど、でもそうなった後でもカマキリの中にはそのハリガメシが打ち込まれたタンパク質が残るから、その影響もあってまたね水辺に向かうらしいんですよ、まあ、だからその路上に出てきたりとかするらしいんですよね。だからこうやって路上で捕まえたやつで寄生されてなくねってなってるやつはもしかしたらこの一応出た後のやつかもしれないですね。でもやばいよね、ハリガネムシがそのうまいこと水辺以外で出たとしても結局また水辺に行ってしまう宿命になってるっていう。いやー、来世生まれ変わるならカマキリじゃない方がいいな俺は。いやカマキリ生まれ変わってもいいけど、ハリガネムシに寄生はされたくないな。もし俺が来世カマキリ生まれ変わってもトンボとかそういうのだけは、飛翔性昆虫だけはあんまり食べんようにしよう。蝶々とかはいいけど、バタとか頑張って食べよう。わあ、ダブルで出てきましたね。ダブルダブル。やばすぎ。はい、ダブルでオスです。はい、オスダブル。うわぁ、待って、左の子やばくない？ 3 匹できたぞ。あー、右の子も3匹できてる。やばいやばいやばい。あー、やばい。ハリガメシは一気に6匹になる。やばい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 。わあ、わあ、まさか、どちらからも3匹ずれてくるとは思わなかった。だいたいオスの腹広からは1匹とかしか出てこないから、めっちゃ出てきたな。ああ、またオスから2匹が出てきてる。ああ、ああ、ああ、痛い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 。マジ痛い、マジ痛い、マジ痛い、マジ痛い。まあ、俺は好みのカラーリングでも規制はされてると。うん、どっちも規制はされてると。痛い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 。はい！あ、出てきた。俺のこと噛みやがって。でもお前ら寄生虫出てきたら何もせんくなるじゃないか。やっぱ寄生虫が出てくるときってさ、あれなんかな、不愉快なんかな。お腹のだってケツではないけど、まあ、お腹を破って出てくるわけやんか。痛いっていう感覚はないって言われてるから、わからんけど、やっぱ嫌かな。うわ、太くねえお前。うん、だいぶ太い。ついにラスト2匹です。はい。はい、左側の子は寄生されてますね。右側の子も、あ、寄生されてますね。えぐいなぁ。えぐいなぁ。はい、ということで今数を数えまして、今回ですね、なんと、全部79匹のハラビラカマキリ、オオカマキリ、朝鮮カマキリを、寄生率をチェックいたしまして、なんとですね、79分の8、寄生されたいカマキリがいました。まあ、そのうちですね、もうプラス4匹、まあ、寄生されていたであろう奴らもいたんですけども、そんな感じになりました。やっぱりですね、路上にいるカマキリっていうのは、オオカマキリ、朝鮮カマキリ、ハラブルカマキリ関係なく、やっぱ寄生されてる確率高いのかなというふうな感じになりました。いや、えぐいですね。うん。もうこうね、僕がその、ハリガイムシを入れたこの入れ物もね、途中からハリガイムシが入らなくなってきまして、もう、ね、こんな感じでハリガイムシがもう大脱走という感じになってますけども、うん、凄まじいことになってる。見たことない、こんなの。こんな感じで今回終わっていこうと思います。僕はこんな感じで、今ですね、カマキリの寄生率チェックというものをやっております。よかったらね、チャンネル登録と今動画の感想、コメントよろしくお願いします。それでは、バイバイ。